ロマンス暴風域は鳥海茜による日本の漫画作品。週刊 SPA 2016年10月25日号より連載されている。作者にとっては初となる週刊連載作品。都内の高校で美術の非常勤講師を務める佐藤は講師の契約期限は迫り彼女が長らくいない。日手の人生を送ってきた自分にコンプレックスを 持ち恋愛を半ば諦めていたが、気晴らしに訪れた風俗で出会ったセリカに恋をすることから物語が動き始める。本作の主人公で通称里民。三十代半ば大塚在住。日もての人生を送ってきた自分にコンプレックスを持つ。恋人がいたことはあるが、大学時代から付き合っていた彼女と別れて、以降は長らく一人見。美術大学を卒業しており、 都内の高校に美術の非常勤講師として勤務しているが、講師の契約期限が迫っている。勤務先の女子生徒からアプローチされることはあり、当初は興奮したものの、自分が真剣に向き合おうとすると離れていくことから、現在は彼女たちは身近な大人の男性を求めているだけで、本来の自分を理解した上での行為ではないと冷めた目で見ている。 婚活をしたこともあるが正規職でないことを理由に失敗。気晴らしで訪れた風俗店で出会った新人風俗場のセリカに自分と似たものを感じて当初一方的に恋をする。そこから店に通い詰めてデートに連れ出すことにも成功して舞い上がった矢先、セリカから自分が結婚することを伝えられる。都内の風俗店に勤める21歳の風俗嬢、セミロングヘアで 左目の下にほくろがあるのが特徴。気を許した相手には、吸収弁が出る。客として佐藤がやってきた時は爆笑で出迎えた。地方出身であることと取り柄がないことにコンプレックスを持っている。捉えどころのない性格だが、佐藤から風俗で働いている理由を尋ねられた際に、あんたに会うために私はここへ来たとと答えるなど、男性を相手にするのは、不得意ではないようで、店では、 人気がある。佐藤からの熱烈なアプローチを受けて、交際を開始するが、実は彼氏がおり、動物園デートの帰りに自分が結婚する旨を佐藤に打ち明ける。佐藤とは、否認なしのセックスもしており、夫との間にできた子供を中絶して以降子供が、できなくない体になったと語っている。よく喋る性格の母親と、寡黙な父親。 佐藤の大学時代からの友人で結婚が控えている。セリカと同じく左目の下にほくろがある。佐藤とは美大時代からの付き合いで、当時は佐藤とゲロを吐くまで飲み比べをして二人で雑魚寝をするほど仲が良かった。美大卒業後、佐藤とはしばらく会っていなかったが、自身の結婚報告を機に佐藤と再会する。現実的な性格の持ち主で、 セリカに対して懐疑的な目を向けており、セリカにのめり込む佐藤に対して、たびたび苦言を呈すまた、面倒見もよく佐藤が、セリカが結婚してしまうショックで、温心不通になった時には、栄養ドリンクを買い込んで、佐藤の家を直接訪ねてきた。夫のことは、佐藤に選んだ理由を尋ねられた際、私と反対で冷静で頼りになることと仕事に、 理念があって将来性があるとこと評している。セリカの初めての相手。セリカより年上で会社員。学生時代からセリカと交際しており、自身の転勤によって一緒に東京に引っ越してきた。一貫10月23日発売 ISBN 978から4から594078331。ありがとうございます。